どうもトラタですこのチャンネルは阪神ファンの阪神ファンによる阪神ファンのための情報共有チャンネルとなっております。大好きなタイガースの情報をタイガースを愛する皆さんと共有できたら嬉しいです。さて本日は5月9日対ヤクルトスワローズ7回戦。先発はタイガースが村上頌樹投手、スワローズが吉村投手で始まりました。村上投手は 開幕から25イニング連続無失点を継続中で、本日の試合で6回を無失点で抑えれば、開幕からの連続イニング無失点記録のセ・リーグ記録に並ぶことになる試合でした。村上投手は初回から坂本捕手のミットに吸い込まれるような直球を投げ込む一方、ここまでの試合に比べ、逆球も多く、珍しく連打を浴びるなど、 球数も多く心配なな立ち上がりとなりとましたしかし、ミエセス選手のスライディングキャッチや、中野選手のファインプレーにも助けられ、5回まで無失点に抑えると、記録のかかった6回は、先頭の塩見選手を空振り三振、次の青木選手にライト前ヒットを打たれでも、山田選手をレフトファールフライ、村上選手を見逃し三振に抑え、見事、開幕。 31イニング連続無失点のタイ記録となりましたそして新記録のかかった7回先頭のサンタナ選手に投じた5球目のストレート坂本選手はアウトコースに構えていましたが初回から心配していた逆球となりレフトスタンドへ運ばれてしまいましたここで記録も途切れ今シーズン初の失点となってしまいました一方、方打線の方は 3度目の対戦となるルーキー、吉村投手に本日も抑えられてしまい、6回まで中野選手のヒット1本という寂しい結果に、9回に先頭の佐藤輝明選手がツーベースで出塁すると、ミエセス選手の進塁打で同点のチャンスが訪れました。ここでで渡辺亮選手が中途半端なハーフスイングで空振り三振。り三 続く木浪選手も空振り三振でゲームセット村上投手を援護できず初戦を落としてしまいましたそれにしてもヤクルトルーキーの吉村投手にいいようにやられすぎだと思いませんか4月9日の初めての対戦が5回4安打1失点2回目の対戦となった4月30日が6回2安打1失点そして今日が 6回1安打無失点。実は吉村投手にはオープン戦の時にも2回無安打無失点に抑えられていたんですよね今日はおそらく初球からガンガン振っていこうという作戦で行ったのではないかと思われますが早打ちの結果ボンダの山となり5回までわずか62球で抑えられてしまいました今日も作戦がうまくいかなかったとなると 選手たちにも苦手意識が芽生えてくると思いますので、なんとか次の対戦までには攻略の糸口を見つけてほしいです。そして今日驚いたのが、9回先頭の佐藤輝明選手がツーベースで出塁した場面、上田海選手がピンチランナーで出てきました。佐藤輝明選選手手も決して足のの遅いいでではないと思うので ここで岡田監督勝負をかけてきたなぁと思ったのですがもちろんこれに関しては驚いたものの疑問とまではいきませんでしたただここで次の坂本選手に代打渡辺涼選手を出した場面さすがにここではなぜという思いが坂本選手といえば今年はバッティングの方でも絶好調 特に得点圏打率は4割5分5厘と驚異的な勝負強さを発揮しており頼もしい存在だっただけにここでの代打は岡田監督はどういう思いだったのでしょうかそして結果論ですが渡辺亮選手はバットに当てることすらできませんでしたこの場面三振だけはだめだと思っていたのでバットにさえ当たってくれれば何かが起こったのではないかと思い本当に残念でした これで坂本選手がスタメン時の連勝も8でストップ村上投手の記録も止まり追いつけそうで追いつけない敗戦以上に痛い一敗となってしまいました岡田監督は試合後うーんなああんまり苦手意識作ったらあかんよなもう吉村にずっとな3回目やからなうーんまあフォームよりもテイクバックやろうおん後ろが小さいからな みんな刺されてしまうというかなと発言しました。今日の試合、吉村選手に抑えられてしまい、9回の見せ場も三振2つでゲームセットとなってしまい、本当に残念な内容となってしまいました。雨で試合が流れ、久々の試合だっただけにスカッと勝ってほしかったんですが、フラストレーションの溜まる試合となってしまいました。明日は絶対に勝ってほしいと思います。 さて皆様は本日の試合どのようにご覧になりましたでしょうか個人的にはここまで岡田監督の采配にそれほど疑問を持つことはなかったんですがさすがに今日の9回の坂本選手に対する代打にはハテナが浮かびました皆様どう思いましたでしょうかコメント欄で教えていただけると嬉しいですさてこれからもどんどんと阪神タイガースの情報を 皆様と共有していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、この動画が良かったと思っていただけた方は、高評価もしていただけると嬉しいです。それでは、トラタでした。